Massive. 予算5000万。Hello Japan, my name is Layla. アメリカの花火は？日本の花火は世界から見ると、はい。めっちゃ有名です。僕は海王子なので。あ、パパパパパ。びっくりしました。動画とかで見たことがあったんですけど。I think this one's better. You wish you could see it? Yeah, I do.日本の花火はやっぱりすごいのは分かりました。でも分からないんです。どうしてそこまでして。私なら日本の花火はやりません。いや、できません。いつもご視聴ありがとうございます。もしよろしければ LIKE ボタン、そして登録の方もぜひよろしくお願いします。それでは皆さんと一緒に今年の花火を見てみましょう。 I remember Kiwanis last year. When it first started, I was like, you know, this is kind of like states. Right. That's just kind of like the warm up.And then they're like, okay, did you guys like that? Okay, here's the real ones. Boom! You know, and it's like massive. Massive. Massive fireworks. You just remember? I just remember. Yeah. Like immediately. And then it's like that for 10 minutes.今日は私たちの住む三重県桑名市の花火大会にビルと一緒に一日スタッフとして花火を見に来ないかっていうお誘いを受けました。でもさ、ビル今アメリカにいるんだよね。ということで私たちだけで花火をスタッフとして見に行くことにしました。ちょっとお気楽モードなスタッフ役の私たち。でもその反対側では実は真剣に音響さんが仕事をしていました。実は去年音楽と花火を上げるタイミングが数秒ずれてしまったようです。今年は同じ間違いをしないよう入念にチェックをしているとのことでした。はい、じゃあ行きます。じゃあ今から花火のねセッティングの方の撮影もさせてくれるということなので、ぜひね、なかなかこんな経験ないもんな。ナイス。この花火のセッティング見学は私が今回会長さんに無理を覚悟で聞いてみたところ、花火師さんと話し合った結果、船からの見学ならどうぞということなので早速行ってきました。今からは長良川の方に入るみたいです。私たちがさっき言ったところは揖斐川で、ここ桑名市では大きな川が3つあります。揖斐川、長良川、木曽川。このボートで揖斐川を出発して、この隙間から長良川へ渡っていきました。ここが見学場所となります。今日は7時ぐらいから朝の7時で、このセッティングは今日初めてセッティングしたって感じですか？2日前から。2日前から船で運んでくるってことですよね。あれが鉄です、花火の。そこではみんな黙々と仕事をしていました。笑い声もほぼ聞こえてきません。花火の移動は衝撃を少なくするためにこのように運ぶらしいのです。気温はもう30度近くまで上がって、夏の日差しの強さを感じます。華やかな打ち上げ花火の裏側では、この職人さんたちの努力があっての感動だったんだなって。あそこに1個しか入ってないんですか？もちろんもちろん。2尺で直径60cm、一番大きいやつですか？そうですよ。ちなみに何メートルぐらい？もう花火、もう今日感動して、直径600でしたっけ課長？忘れました。高さも、高さも忘れました。何でできてる？ステンレス。上になんか被さってるの。この部分ですね。になるやら雨降ってたら、あれ撮るんですか？引けるやろ、もちろん撮る。気になってくるのが花火の費用ですよね。予算、予算です。2000万、1000万、3000万、5000万。本当ですか？はい。富士山なんてここから見えるんですか？富士山。え、あれ？最近外国人さんの花火を見る数とかわかります？海外の方は多いです。仕事で来てる方もいらっしゃる。少しずつ他のスタッフさんとも仲が良くなっていって溶け込んでいく私たちです。これどこに流れるんですか？あ、私の YouTube で。あ、そうだ。はい。めちゃめちゃ適当なこと喋ってる。予算？予算です。これはね、花火は1000万、3000万。ええ。本当に薄い記憶から喋ってます。あ、そうですか。で、それで今訂正してくれたんで大丈夫だと思います。
こうして笑って話してくれていますが、実際この花火大会運営費は全体で総額1億円ほどかかっているとのことです。レンタル代、花火師さん、準備をするスタッフの人たち、音響さん、警備さん、時間とお金と労力だけがかかってしまうこの花火大会。その結果、周りの地区ではどんどん花火大会運営の難しさのために終了をしてしまい、去年隣の四日市市の花火大会も終了してしまいました。三重県ではここ桑名水郷花火大会とわずかな場所のみになったと話していました。実はこの人、桑名水郷花火大会の会長さんです。それにしてもどうしてここまでして花火大会を維持したいのか。迫力ある。まだ花火始まってないけど。うん、今日ちょっと見応えある。あれを見てからはね。現場を見ると、もうね、どれだけの人がね、一生懸命働いてるか、分かるので、今晩見応えあります。かなり。あ、会長さん。あとですか。はい、すいません。聞いてみたかったんです。どうしてそこまでして。早田くんより高い。2メートル。そう。高いってこと？お昼は暑さでみんないろいろなリクエストがあったので、ファミレスに行って個人個人が好きなものを選べるようにしました。花火を見る人たちがすごく増えてきました。この席は優先席で1人2000円を払います。この優先席を作ることで花火台に当てることができるみたいなんです。それにしても花火を見る人の数が多い。でもこれは日本だけではないんですよ。某アメリカの花火大会では、実は私は運悪く地域の花火大会に行けなかったので、 Hello Japan, my name is Layla and I'm Yuku's friend. Yuku's vacationing, soそう、この時ちょうど旅行を組んでいたんで、まああんま大したことはやってない。またパンを食べるみたいな、ね。So I'm gonna show you the fireworks today. It's getting get. And I'll show you how crowded it is. So let's go and check it out. まだ明るいので人が座れるスペースはあります。日本は浴衣を着ますよね。アメリカは旗を象徴したカラーを身につけてます。夜になればなるほど座れるスペースがだんだんなくなっていくのが分かります。特別席はなく、だいたい 3,4 台の屋台でした。2日間にわたって野球の試合の後、花火を球場で見れるということで、たくさんのアメリカ人は花火を見るという目的で、この日のために観戦チケットを買っているとか、試合が終わるとどんどんグラウンドに人が流れ込み、花火を見る準備に入ります。踊って、衣装も着て、服を振り回して。花火って私たちにとって楽しみの一つなのはアメリカも日本も一緒なんだな。でも実際、花火を見に来る人たちはどんな思いで見に来てくれてるのでしょうか。夏だなって、はい、懐かしいなって、昔の思い出とか、思い出しますか。で、この花火はどうして見たんだろう。そうだよね、別に離れても見れるし。なるほど。この席お金払ったんですよね。いや、会社からしっかりと思いました。あ、そうですか、うん、花火を、はい、お金出してまでここの席を、ね、はい、見るっていうそのメリットなんかあるんですかね。日本の花火盛会で、はい、めっちゃ有名です。僕は外国人だから。あ、中国人です。中国人、はい、今日はちゃんとチャンスに来たんですか。中国って花火あるんですか。ありますだけど、うん、最近まあ禁止なので。禁止、はい、どうして禁止になってたんですか。危ない、はい、アメリカも中国と同じで山火事の危険と安全面の確保ということで、
この数日間だけ花火を買うことができます。アメリカの場合は夏を象徴しているっていうよりはアメリカの独立記念日を祝うという意味があります。この日は子どもたちも日本同様喜んで花火をして思い出を作ります。日本では夏になるとどこでもこれが売っていて天気さえ合えば買ってきて自分たちの自由な時間でその夏を味わえますよ。危険だからっていうことで日本は取り消されちゃう日が来るのかなぁなんて。初めてですか？いや、去年も一回やったんですけど。あー、そうですか。どうでした？めちゃ綺麗です。めちゃ綺麗、はい、やっぱそうなの。やっぱり日本の花火はすごい。そう、本当すごいです。今日楽しんでいてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの中国から来た男性はすごく日本の花火に感動していました。日本人は日本の花火を見て何を思っているのでしょう。はい、今日はすごいお綺麗な格好で。あ、そうです。あ、花火を見ると思い出すものって何ですか？思い出すもの、はい、彼氏の顔とかです。彼氏なの？私父親。あ、すごい。そうですか。パパパパパ。そんなに心配しなくていいんじゃないかな。私が思い出すのは焼きそばです。あの、ただ見てるっていうよりもやっぱりいろんな思いあるんでしょうかね。ああ、音楽かかってる方が入りやすい、はい、入りやすい。もし焼ければ、あの、映るんですけど大丈夫ですか？はい、大丈夫です。なんかボタンあるの？店やから揚げ工業株式会社。よろしくお願いします。今回の桑名水郷花火大会の花火は無事スタートを切ることができました。音楽と花火のタイミングもしっかり合わせることができたようです。何人かの熱中症以外大問題も起こることなく安全に進めることもできたようです。子どもたちも日本の花火の素晴らしさに言葉をなくしてただただ空を見上げていました。この日のために働いてきた人たちの思いは確実に見に来てくれた人たちの心に響いていると思います。I liked the music. Yeah. The music was great. It was just、mm. a little bit loud because all the boom 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 boom、mm. boom, you know, from the fireworks、mm. and then you got the music.So, how was that compared to Japanese firework you saw last year? I think Japanese fireworks shoot up way higher. So we were already pretty high. Right. It's tough to get the aspect、right. of, you know, comparing it to Japan where we were on the ground. Right. What I was trying to remember is when you see the fireworks in Japan and you see it, it's like a rocket.反ってます、反ってます、体が。Two seconds of it traveling up because it's so big. It's so big. So it has to get further off the ground because it's going to stretch out really big. So I think they're bigger. I think they are bigger in Japan. 言えば、コビに二尺玉の感想を聞いたとき。肌で風感じるし、なんか心臓が。But the finale, where it was like, you know, just nonstop, nonstop going, that was really good. Yeah. 花火を見た人たちが帰っていきます。今回皆さんは一体どんな感想を持ったんでしょう。初めての花火ですので、すごく楽しかったです。すごいびっくりしま
ました。動画とかで見たことがあったんですけど、どこの出身ですか？あ、ネパールです。ネパールはファイアワークありますか？この信号という形で少しずつはあるんですけど、でもこんな大きな花火大会というのはない。楽しめたみたいで本当に良かったです。お仕事頑張ってください。今回カイコイは初めての街頭インタビューにチャレンジです。Do you know anything about fireworks in Peru? Yes. No. I never heard. What do you think about fireworks here in Peru? It's good. インタビューよく頑張りました。お疲れ様。それでも英語で話す子供たち、なんでだろうね。英語で返すブラジル人。Anything about fireworks in Brazil? 英語は出てこない。New Year's Eve, yeah, they do in, it's in Rio de Janeiro. Pretty big firework. I've never been there before, but I've seen it on social media and it's really nice. What did you think about the fireworks here in Kiwana? It was awesome. It was actually my first time. Really nice, the sound was so...I've seen different fireworks in Osaka, Yodogawa. It's a pretty big one. But I think this one's better because... 今日一日お世話になった観光協会スタッフさんともお別れです。暑いのに私たちのお世話をしてくれて本当に感謝をしています。ありがとうございました。そして私は一つだけまだ解決してない問題があります。どうしてそこまでして花火大会を継続したいのか。あとですか？はい、すいません。私なら多分できないし、その前にやらないと思う。あ、ちょっと話もう始まってますけど、だいたいそこら辺のトントンぐらいで終わるんですね。そうですね。それでも継続してる意味は何なんでしょう。やっぱり桑名を元気にしたい、うん、桑名を活性化させたいっていうのが一番の、目的ですよね。コロナがあったので、子どもたちの笑顔を出させる、はいはい、でまた青春をしてもらうということ、うん、桑名のいいところを出してもらいたいなというふうに思っております。 July 27th. Is that when it is? July 27th? Yeah.、Mm. You wish you could see it? Yeah.来年は日本の花火をみんなで見ようね。桑名市の名物安永餅を食べながらたくさんビルにお土産話をしました。会長さん、いや社長さん、安永餅美味しかったです。ごちそうさまでした。桑名水郷花火大会、また来年会いましょう。